皆さんごちそうさまでしそれでは今回なんですけども、スマホ決済マップ機能を徹底比較、使いやすいマップはどれということで、今回は様々なスマホ決済がありますが、その決済のアプリの中にマップ機能が搭載されていると思います。まあそこで僕自身が、その決済アプリのマップ機能や特徴を簡単にお伝えして、まあ実際に感じたことをですね、含めてサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まず最初はみんな大好き PayPay ペイペイからですね。僕自身この PayPay ペイペイ自体の利用頻度が多いので、結構この PayPay ペイペイのマップは使います。今回は全部の場所を福岡県博多駅付近とします。 まこのマップを見てすぐわかることは、ペイペイの P のマークの上に還元というような旗が出てると思います。まあ、これは現在政府主体で行っているキャッシュレス消費者還元の対象店舗で、なおかつペイペイが対応しているというところになってます。でこのペイペイのマップ機能は最大の特徴といえば、僕の中ではやはりフィルタリング機能が優秀かなと思います。まあ、以前も動画でお伝えしたんですけども、まあ、初めて見る方のために簡単にお伝えすると、まず右側の虫眼鏡のマークをタップします。そしたら加盟店を検索するバーが出てきます。でこのままカフェとか定 ラーメンなど好きなキーワードを入れてもいいんですが、現在は PayPay ペイペイは街角 PayPay ペイペイというキャッシュレッシュ消費者還元5%のお店であればペ、PayPay イペイが5%上乗せして、合計で10%還元されるキャンペーンだよというのが開催中です。なので、ここで、カフェ、スペース、還元という風に入力します。そうすると、一覧で出てくるのが、なんとキャッシュレッシュ消費者還元対象の店舗がバッと出てくるんですよね。ま、試しに、 一番上のお店をタップしてみると、ご覧の通り左上に消費者還元対象というようなマークが出てくると思います。なので、ここで PayPay ペイペイで決済をしたら、キャンペーン期間中は10%還元がされるということになります。まあ、ちなみにお店を見つけるだけではなくて、グルメサイトのレティとか、あとグルダーニなどのまあ外部サイトにそこからアクセスできるっていうのがまた一つの魅力ですね。まあ、この機能は僕自身がかなり重宝してる機能なので、まあ、試されてない方はぜひチェックしてみてください。 で次は楽天ペイなんですけども、僕はこれまで楽天ペイ自体パソコン上でしかマップがないと思ってたんですけども、なんと楽天ペイのアプリの中になんとマップ機能があったんですよね。まあその入り方なんですが、 この楽天ペイのアプリを開いたら、まず左上の3本線をタップします。そしたらこのようなメニューバーが表示されるので、ここに使えるお店地図という風に表示されます。そしてここをタップしたらジャン、じゃんということで、見事にマップが表示されます。まあご覧の通り、現在、楽天ペイでは全店舗対象期間中5%還元のキャンペーンというのが実施中なので、まあ対象店舗がずらりと出ていますね。こちらの富士薬品グループとタミグループの5%のポイントバックキャンペーンも実施中なので、まあこのように未来坂をタップしたら、黄色くキャン ペインという風にちょっと小さいんですけどもまあ、表示されてるのでマップ全体で見たらまあ見つけやすいかもしれないですねまあ、しかし現時点ではペイペイのようなフィルタリング機能がないのでそれがちょっと不便になるかなっていう風に感じましたまあいやけど楽天ペイを使い始めた当初はこのマップ機能自体がなかったのでやはりこれがあるだけでも安心はしますね 次は LINEPay です。LINEPay のマップ機能っていうのは普通の LINE のアプリから入る方法と LINEPay 専用のアプリの2つの方法がありますが今回は LINE のアプリから入る方法からピックアップします。この LINEPay のマップの特徴といえばかなり細かく情報を調べれるっていうのが特徴ですね。マップ自体もカラフルでちょっとポップな感じですね。まあ細かく調べるために左上のリストというところをタップしたら 使えるお店ということで、オンラインやオフラインで LINEPay 決済ができるものっていうのが表示されます。まあ、ここの機能の特徴といえば、少し上の方にある、クーポン還元スタンプ割引、こちらの機能ですね。例えば、こちらのクーポンタブをタップしたら、LINEPay のクーポンが使えるお店のフィルタリングをかけることができて、今だとま、東急ハンズとかトモズドラッグイレブンなどで使えるクーポンが表示されます。まあ、LINEPay ではこのようにマップからお店を探すだけに特化しておらず、まあ、どのお店でどのクーポンが使えるかなど、まあ、簡単に探すことができる っていうのが特徴的ですねまなのでま LINE ペイを使われている方はすでにご存知かもしれませんがもしですね今後使う予定がある方は LINE のアプリからでも簡単に見ることができますのでぜひ試してみてください残りのコード決済もサクッと短めにお伝えします次はオリガインペイですねオリガインペイに関してはフィルタ機能がなくてまとにかくシンプルな作りとなってますマップ自体の動作はまかなり滑らかな印象がありますま今ですと国民ドラッグでのキャンペーンもやってるのでそちらも表示されていますね D 払いなんですけどもまあちょっとかなり ギゅっとなってますが、d 払いの場合はアプリの中というよりかは iPhone とかでしたら、まあ、サファリなどのブラウザ画面からマップが表示されます。なのでちょっと動きに関しては使いにくさがちょっとあるかなと思います。まあ、表示されてるアイコンも大きくてちょっとまたポップな感じですね。 ちなみに D 払いではご覧のようにフィルタリング機能に関しても細かく設定ができます。まあ D ポイントが使えるお店はもちろんキャッシュレッショ者した関係のお店もチェックを入れれば簡単に見つけることができますね。最後に AUPay です。AUPay に関してはマップを表示させた瞬間にご覧のように地図を移動させるためには指2本で操作しますと出てきます。なのでまあこれは個人的な意見なんですがちょっと使いにくいなというふうに思いました。ちなみに上の検索バーでエリアやお店を入れてもまあ検索も可能ということですね。最後にまとめです。これ僕なりの マップの印象一つずつ一言ずつまとめたことなんですけども上から PayPay ペペだとフィルタリング機能はもちろん関連する外部サイトにもアクセスがしやすい次楽天ペイ楽天ペイはフィルタリング機能はないんですけども動きは滑らかですねで LINE ペイはカラフルですごく見やすくて細かいフィルタリングも可能とそしてオリガンペイはフィルタリング機能はないんですが比較的まあシンプルで使いやすいかなと思いましたで D 払いはブラウザ画面で動かすのにちょっと動か,動かしにくさはありましたねで AU ペイに関してはマップ全体が小さいなっていうこと もう少しし動かし方をとまあ、以上が僕自身が独断と偏見で感じたことですね。まあ、せっかくなのでちょっとした番外編なんですけども、まあ、現在こちらのキャッシュレス消費者還元のお店を見つけるためのキャッシュレスのアプリって使われてますかねまあ、ここ最近になってアップデートもかかって、以前よりかは機能的にフィルタ機能も増えたらしいんですが、やはりちょっとなんとも言えないという感じですよね。そして以前動画でも紹介させていただいたこちらの AI クレジットというアプリがあるんですが、 このアプリを使えばどこのお店で何が使えてなおかつどれを組み合わせたらお得になるかっていうのがすぐにわかるかなり便利なアプリとなってます。 まぜひですね、気になる方はチェックしてみてください。まあかなり優秀ですね。そんなこんなで今回はスマホ決済のマップ機能徹底比較ということでお伝えさせていただきました。まあこんな風に比べてみると、意外とそれぞれの決済方法で表示のさす方であったりとか、フィルタ機能などかなり様々でしたね。まあ僕個人としたらなんだかんだで利用頻度が高いということもあるんですが、やっぱり PayPay ペペのマップが使い慣れてる感じですね。まあぜひですね、どの決済アプリのマップが使いやすいかなどあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました